いつもご視聴ありがとうございます。今回は BMW 日本ゴルフツアー選手権森ビルカップの指定練習日を見、茨城県笠間市にあるシシドヒルズカントリークラブに行ってまいりましたので、それをレポートさせていただきます。まず開催されるシシドヒルズカントリークラブ西コースの特徴ですけど、アウト3729ヤード、イン3701ヤード、トータル7430ヤードと、アマチュア目線で考えると、とにかく長いコースです。いつもこの動画でご紹介している僕のホームコースは、だいたい6300ヤード程度なので、1000ヤード以上長いコースだと言えます。18ホールで1000ヤード長いというと、1ホールだいたい55ヤード長いコースと換算できます。つまり、ミドルホールのセカンドショットがホームコースでピッチングウェッジだと、シシドヒルズでは5番アイアンや5番ユーティリティ、セカンドショットがホームコースが7番アイアンだと、シシドヒルズでは5番ウッドくらいの換算となります。おそらくミドルホールでティーショット、ドライバーでナイスショットをしても、セカンドで物理的に届かないホールが4、5ホールあるように思います。画面に出ている14番ホールも460ヤードと長いですけど、後で登場する17番ホールはそれに当たると思います。ちなみにシシドヒルズはレギュラーティーからでも6899ヤードあります。6800ヤードあると結構長いなぁと僕は感じることが多いです。6800ヤードあるとミドルホールのセカンドショットでフェアウェイウッドを使うホールが3、4ホール出てきます。ショートホールでも200ヤード以上あるホールが出てきます。7000ヤード以上あるとそれは間違いなく長いコースになりパーオン数はかなり減ります。ロングホールでもティーショット、セカンドショットをうまく打てても3打目で150ヤード以上残るホールがある印象です。シシドヒルズが難しいのは距離だけではありません。多くのグリーンが砲台になっており、グリーン周りはバンカーや池に囲まれているため、転がってグリーンに乗せられる確率はかなり低くなります。パー3も7番ホールは231ヤードあり、パー5も今画面で出ている15番ホールは638ヤードと長いため、まずはアマチュアがティーをプロと同じところからプレイしたら距離の長さに圧倒されるはずです。その上グリーンは硬くてそして速いです。この日プロたちもプレイしながらすごい速い。先週のコースと同じ感覚でパターしたらひどい目に遭う。きっと本戦になったらもっと速くなるかもと言いながら練習ラウンドをしてました。グリーンの速さはおそらく12フィート以上出てると思います。僕は競技で 11.5 フィートまでの速さしかプレイしたことがないのですが、11.5 フィートだと僕の技量では手に負えませんでした。多くのアマチュアは 10.5 フィートあるとかなり速いと感じるはずです。グリーンの硬さはコンパクションという尺度で表示されます。数値が多いほど硬くなります。プロのトーナメントでは、24から25にコンパクションが設定されるみたいです。コンパクションが24以上になると、ボールの落下した時の後、ボールマーク、ピッチマークはほとんどつかなくなります。通常のコースでは、コンパクションは22から23に設定していると思います。グリーンは硬くてそして速い。また、砲台グリーンで周りはバンカーや池のあるホールがほとんどなので、プロにとってもラフからのショットは気を抜くことができません。つまり、距離のあるコースでありながら、ティーショットはフェアウェイに置いて、グリーンにキャリーで打って止まるボールを打つ必要があるわけです。さて、歴代優勝者である堀川未来プロ、木下稜介プロの組につきながら、テレビでも放映される15番ホールをご紹介いたします。このロングホール、ティーが一番後ろだと638ヤードもあります。それでいながら、右は OB、左は隣の17番ホールに向かって崖になっており、ティーグラウンドから見るとドライバーを打つエリアは狭く感じます。セカンド地点に来ましたのでご覧ください。左は17番ホールに向かって林と崖でここに打つと大変なことが想像できます。一緒に回っていた若手プロがこの崖下に打ってしまいました。林の上を狙うか、木と木の間を狙うか、かなり迷って、最終的には木と木の間を狙い、フェアウェイに戻すことに成功しました。これ、かなり難しいショットでした。
堀川未来プロのロングホールの2打目、つま先下がりのライからフェアウェイウッドで打ちます。これ、なんとチョロになってしまいました。堀川プロ、こんなショットをアップしてしまいごめんなさい。アマチュアにとっては勇気づけられるようなショットでした。6、70ヤードしか前に飛ばすことができず、ロングホールの3打目、やはりフェアウェイウッドで打ちますが、このショットはいいショットでしたが、グリーンには届きませんでした。トーナメントの4日間のうち、ティーマークが一番後ろだと638ヤードあるので、2オンはなかなかプロでも難しいと思いますが、ティーを前にして、実際の距離を短くして2オン狙いができる設定にする日もあるみたいです。そのため、練習ラウンドをしているプロの中には、638ヤードの距離のティーの他に、50ヤードほど前のティーから練習しているプロもいました。このホールはグリーン周りが砲台になっておらず、転がって2オンできるようになっているので、優勝争いで2オンが見られるのは楽しみです。この15番ホールのグリーンは左右の真ん中が一番高くなっているのが特徴です。きっと土日の決勝ラウンドでは、左右のマウンドのあたりにカップは切られると思いますので、この傾斜をぜひご確認ください。続いて16番190ヤードのショートホールに来ました。このホール、堀川プロのティーショットはナイスショットでベタピンバーディーでした。このホールの特徴はグリーン手前の池とグリーンの傾斜にあります。おそらくプロゴルファーにとっては手前の池よりもグリーンの傾斜が大事だと考えているように思いました。二段グリーンであると同時に、下のグリーンはこの日のカップのあたりを境に、左右の二つに分かれている感じです。そのため、練習ラウンドのこの日プロたちは、入念にこのグリーンのパッティングをいろんな方向から打ってました。ティーグラウンドから見て、左手前にカップが切られた時、池を心配するプロは少なくても、グリーンの上につけてしまうと、ファーストパットはカップ近くに止まらないことが想像できます。右に打ってしまった時も、中央にある傾斜でタッチを出すのは難しいはずです。17番、481ヤードのパー4にやってきました。このホール、パー4でありながら481ヤードと長いだけでなく、右はすぐに OB、左は傾斜はあるものの深いラフになってます。歴代優勝者である堀川プロと木下プロがそれぞれ打ってますが、このホールほどプロであっても曲げずに飛ばす必要があると考えなければなりません。まず右に飛んでしまうとすぐに OB があります。そのためプロであったとしてもフェアウェイ左サイドを狙いたくなりますが、左は傾斜はあるもののラフが長いためフェアウェイまでは出てくることはほとんどありません。堀川プロのティーショットはフェアウェイ中央からややドローがかかり、左のラフに行ってしまいました。残りの距離としては220ヤードくらいなので、堀川プロなら届く距離ですが、ご覧の通り、ラフが長くボールは見えません。また、グリーン手前には大きな池が待ち受けており、長いクラブでこのラフはさすがにプロでも打つことができず、この時の堀川プロは、ホールの左サイドに刻みました。フェアウェイから打つ木下プロはアイアンで打つことができました。しっかり打ったショットはピンの少し右に飛んでカラーに落ちて止まりました。このホールでアマチュアがパーを取るにはどうしたら良いかを考えました。まずティーショットの飛距離が必要です。フェアウェイに最低でも280ヤードは飛ばす必要があります。この時点でほとんどのアマチュアは無理になってしまいます。280ヤード飛ばしてそれで残りが約200ヤードになります。この200ヤードをキャリーさせてグリーンで止める必要があります。グリーンは受けてますが200ヤードの距離をコンパクションのある硬いグリーンにキャリーさせてランを出さずに止めることを果たして打つことができるかです。ちなみに練習ラウンドを見ていてもプロたちはほとんどグリーンの奥には打ちません。なぜならば3打目は上からだとほとんど寄らないからです。
今画面のプロが打ったボールの動きをご覧ください。ほとんど直角に曲がった後、高速グリーンの上から下に向かって転がるのがお分かりになると思います。この速さです。もしも僕がプロと同じティーからプレーするとしたら、初めから3オンを狙います。ティーショットで280ヤードは飛ばせないのと、長いセカンドショットをグリーンに止めることはほぼ不可能だからです。グリーン前の池の手前に刻んで130ヤード前後を打つか、あるいは堀川プロのようにグリーン左のフェアウェイから3オンを狙います。最終18番ホールに来ました。まっすぐなホールですが、このホールも467ヤードとアマチュアにしたら距離のあるホールです。左サイドにはバンカーがあり、右サイドに飛ばすとグリーンを狙うのに高い木が邪魔になるため、やはり飛距離と方向性が大事になります。堀川プロが木下プロのショットを撮影してますが、木下プロの球は綺麗なドローボールでした。堀川プロのドライバーショットはいつも高いドローボールを打ってました。このショットは出だしがやや左に出てしまい、左のラフに飛んでしまいました。このセカンドショットはラフからで、しかも左足下がりのつま先下がりのライからでした。高い球を打ってグリーンに止めようとしたように感じましたが、高くは上がったもののショートして手前のバンカーに入りました。木下プロのセカンドショットもラフからでしたが、高く上げてグリーンに止めようとしたように感じました。ショートはしたものの花道だったこともありカラーに乗りました。18番ホールのグリーンはかなりの砲台で、左右はバンカーで囲まれてます。やはりティーショットはフェアウェイに打って高いスピンの効いたボールでグリーンに止める必要があるホールです。プロはどう感じているかはわかりませんが、アマチュアゴルファーからしてみたら、シシトヒルズカントリークラブはとにかく長いコースです。ティーショットの飛距離は必要でありながらも、ただ飛ばすだけでなくその精度も要求されるコースです。硬いグリーンで、しかもほとんどのホールは砲台で、バンカーや池に囲まれているわけで、グリーンに止めるショットが必要です。さらには高速グリーンを攻略できるパッティング技術が求められるわけで、ナンバーワンを決めるにはふさわしいコースだと思います。出場される選手たちのご健闘を祈ります。ご視聴ありがとうございました。